決済サービスを運営するネットプロテクションズは顧客がサービスを受けた後で支払う価格を決める新しい決済事業をスタートしましたこの後値決めではサービスを提供する企業が事前に最低金額を設定顧客はサービスの満足度に応じて最低金額に上乗せする形で代金を支払います 実際に利用してみないと価格に見合ったサービスが受けられるか分からない家事代行などの事業者を中心に普及を目指します。